こんにちは、かままり中まりです。今日は名店ジンギスカンだるま本店の紹介をしたいと思います。もう20年ぐらい通っているお店です。メニューはこちらです。上肉とヒレは3年ぐらい前に加わりました。野菜は長ネギと玉ねぎです。上肉とヒレを焼いてます。私はいつも上肉とヒレ肉を最初に頼んで、その後追加でジンギスカンを注文しています。どのお肉も本当に柔らかくて美味しいですよ。仮にお腹が空いていなくてもペロッと食べれちゃうぐらいなんです。お肉を焼いている間にタレの準備、唐辛子とニンニクをタレに入れていきます。こちらが上肉でヒレと一緒に焼いてます。ジンギスカンのだるまのお店は、いくつか支店がありますが、私は本店が好きです。とても人気のあるお店なのでいつもいっぱいです。私は営業時間1時間前、4時から並ぶこともあります。お肉が焼けましたのでタレに入れていただきます。美味しい。これですよ、この味ですよ。本当美味しい。おすすめの食べ方はライスを半分残します。そしてお茶をもらって、じゃんじゃを入れて、キムチを加えて、さらにタレを少し加えます。お茶漬けで締める食べ方です。美味しくいただきました。衛生面対策もしっかり行っていると思いますので、ぜひ皆さん行ってみてください。